古老の騎士、透け方定人、合理的にありえないなど数々のシリーズが映像化されている柚木優子の小説「朽ちない桜」徳間文庫が杉咲花主演で実写映画化され、6月21日より東宝シネマズ日比谷ほか全国公開されることが発表された。本作の主人公は県警の広報職員という、本来は捜査する立場にないヒロインが親友の変死事件の謎を独自に調査し、事件の真相と次第に浮かび上がる公安警察の存在に迫っていく異色の警察小説。